NK-33。NK-33 と NK-43 は1960年代末から1970年代初頭にかけてソビエト連邦の空位 V シェフエンジン工場、現在の NT クズ熱オフ記念サマーラ科学技術複合によって開発、生産された2段燃焼サイクルのロケットエンジンである。米国に次いで、 旧ソ連の有人月旅行計画を目的とする N-1 回ロケット、まだ米国と月一番の檻の座を争っていた頃の主力想定機 N-1 ロケの改良型に搭載するために開発された。NK-33 エンジンは地上から発射されるロケットエンジンの中で水力重量比と被水力が最高水準に達した。 NK-33 はこれまでに開発された推進剤がケロシン液体酸素のロケットエンジンの中で最も高性能である。西側に比べてコンピューターによる設計や解析が遅れていた1960年代のソビエト連邦で飛行の水準の先進的なエンジンが開発されていたことは特筆に値する。 NK-43 は NK-33 と似ているが一段目用ではなく上段用として設計された。気圧の低い高高度、または真空中での使用に適した膨張比の高い長いノズルを備える。これにより高い水力と非水力が得られるが長く重くなった。2010年にオービタルサイエンシズ社のトーラス E、ロケット、後にアンタレスに。 解明に使用するため、当時から保管されていた NK-33 の試験を行い、これが成功したことから、2013年4月に打ち上げられたアンタレスロケットの一段で初めて打ち上げに使われた。2014年10月28日のアンタレスロケット5号機の打ち上げは NK-33 エンジンが爆発して失敗したため、以後は、 アンタレスロケットでの NK-33 エンジンの使用は廃止し、別のエンジンに置き換えることになった。NK-33 と4 3は初期の NK-15 と NK-15V エンジンの改良型である。エンジンは高圧で再生冷却式の2液推進計二段燃焼サイクルである。予備燃焼器からの酸素が多い燃焼ガスで、 ターボポンプを駆動する。この種の燃焼サイクルは高温。酸素型の排気によって酸化性の高いガスが循環するのでエンジンを構成する。金属部材に損傷を予兆損に至るため、滅多に使用されない。開発過程では酸素が多く含まれる燃焼ガスにより焦損が多発した。米国では現在でも、まだ酸素リッチエンジンの実用機の開発には成功していない。 しかしながら、ソビエト連邦では、夜金額によって実用化した。ノズルは、ヒだのついた金属で構成されており、外側と内側の部材をロー付けによって接合されており、単純で、軽量だが強固な構造になっている、チャンネルウォールノズル。さらに NK-33 は一軸で連結された、タービンで密度の近いケロシンと、液体酸素の両方のターボポンプを駆動するため、 波外れて軽量である。真空中での水力重量比は競合する、いかなるエンジンよりも高い136.66、1である。より長く重いノズルの NK-43 の真空中での水力重量比は約1 2十1である。酸素リッチ技術は RD-170、-171 と派生系である RD-180。 RD-191 に引き継がれた。しかし、これらのエンジンはいずれもソユーズの RD-107 と同様に複数の燃焼室とノズルを持っており、それが原因で水力重量比は NK エンジンに劣るものとなっている。当初 N-1 ロケットの開発を率いていたセルゲイ・コロリョフはソビエトの液体燃料、ロケットエンジンの大半の設計を担当していた。 バレンティン・グルシコに、翡水力の優れた、ケロシン、液体酸素体燃料、ロケットエンジンの開発を打診したが、グルシコは、ICBM に用いられていたのと同種の有毒で、翡水力は低いが常温で、保存可能な自己着火性推進剤、ハイパーコリック推進剤を使用したエジンの開発を、主張した。両者の主張は、平行線をたどり、やがて決裂した。そのため、 やむなく、コロリョフは、ロケットエンジンでの開発実績は乏しいが、航空機用、ジェットエンジンの開発で実績のア・ニコライクズネツオフに、ケロシン、液体酸素を推進剤とする新型の、ロケットエンジンの開発を打診した。N-1 ロケットの原型では、NK-15 を第1弾に、第2弾には、高高度用に改良した、NK-15V を搭載する予定だった。しかし、 連続して4回打ち上げに失敗したので計画は中止された。ロケットが改良、再設計されている間にクズネツオフは NK-33、NK-43 のそれぞれの工場に貢献した。第二世代のロケットは N-1F と呼ばれた。しかし、この時点で月への競争は大きく出遅れ、ソビエトの宇宙計画はエネルギアを 将来の重量物打ち上げ機として採用した。そのため N-1F が発射台に乗ることはなかった。N-1 計画が中止された当時、ロケットのすべてを破壊するように命じられたが、エンジンはそれぞれ数百万ドルするので倉庫に保管された。エンジンの噂はアメリカに広がり、組み立てられてから30年近く後にロケット技術者が倉庫を訪れた。後に、 それらのエンジンはアメリカへ運ばれ試験装置で、エンジンの詳細な仕様が調べられた。残りの NK-33 をどうするか、しばしば問題になった。それらのエンジンの先進的な設計は現在でも、十分競争力を保持していた。1990年代半ばの時点において、およそ150機のエンジンが残存しており、ロシアは36機のエンジンをエアロジェット車に、 それぞれ110万ドルで売却した。この会社は、新しいエンジンを製造する権利も買収した。エアロジェット社は、NK-33 と NK-43 を、それぞれ AJ26 から58と AJ26 から59に改名した。AJ26 は、米国での商業を打ち上げ用に、米国製の電子機器を追加して改良。ジンバル機構の追加、信頼性向上。 計測機器の近代化、米国の推進薬への適合性確認などを実施したタイプであり、アンタレスロケットで使用したエンジンは、AJ26 から62となった。2006年8月に NASA の国際宇宙ステーションへの商業、軌道輸送サービスの候補として選定された、ロケットプレーンキスラー社の K1 ロケットでは、1段目と2段目に、それぞれ3機の NK-33 と1機の、 NK-43 を搭載する計画が立てられた。しかし、2007年9月、NASA は RPK がいくつかの契約のマイルストーンを満たしていなかったことによりコッツ合意を白紙撤回するとした。同社は2010年7月にチャプター7の適用を受け倒産、K-1 ロケットが実現することはなかった。残されたエンジンはオービタルサイエンシズ社に買い取られ、 アンタレスロケットの一段目に2機が使用されることとなった。また、日本の GX ロケットの初期案でも保管されている NK-33 をロシアから買い付けて使用する案があったが、RP k 社に売買契約を先に結ばれてしまったため断念した。ソユーズロケットでも NK-33 を使用する計画が進められ、 ソユーズロケットの中央の RD-108 を1機の NK-33 または5機の NK-33 によって RD-108 と4機のブースター RD-107 を置き換えることによより軽量で高効率になり積載量が増える類似の設計と余剰品の使用によってコストを削減できる1機の NK-33 を使うタイプの ロケットはソユーズにから 1V と呼ばれており、2013年12月28日に初打ち上げに成功した。オービタルサイエンシズが開発したアンタレスロケットでは、第1弾に2機の NK-33、第2弾に個体ロケットを使用している。アンタレスロケットは2013年4月に初打ち上げに成功したが、5号機で打ち上げに失敗したため、 このエンジンの使用は中止することになった。RSC エネルギアは、アウローラ LSK ロケットの第1弾を、NK-33、第2弾を、ブロック DMSL とする構成を検討中である。TSSKB プログレスも、同様に NK-33 をソユーズ -1 と呼ばれる現在開発中の軽量型のソユーズに、ロケットの主エンジンとして計画している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。